三島泰山俗級クラブは中華人民共和国の東部三島省西南市をホームタウンとする中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ通称三島泰山スローガンは文化足玉百年土脳チーム名は親会社の三島炉脳グループに由来する三島炉脳グループは三島省の電力供給会社三島電力を中心とする 企業グループ。2021年に災難分旅発展集団が筆頭株主になり、チーム名は三島大山に変更。4月10日、地元の山東省政府によって設立された。12月2日、プロサッカークラブとして三島大山属級クラブを創立。中国サッカー協会の最初のシーズンである高永久に出場。中国、足境倍優勝。 三島電力、路脳グループが、共同出資し、三等路脳体山属級クラブへ改名した。中国サッカー湖 A リーグと中国、足協売の両方で優勝、史上初の二冠チームとなる。AFC チャンピオンズリーグ2005で ACL 初出場すると予選で、横浜 FM、PSM マカッサル、ベックテロ、サーサナのグループ F を6勝の予選全勝で、首位通過して、 決勝トーナメントに進出した。準々決勝であるいてはどと対戦した。ホームの第1戦を1から1で引き分け、アウェーの第2戦では2から7の大差で敗戦し、合計スコア3から8で準々決勝で敗退が決定した。スーパーリーグと名称変更されてから初の優勝。AFC チャンピオンズリーグ2007と、 A3 チャンピオンズカップ2007の出場権を獲得した。2006年度中国スーパーリーグ優勝チームとして AFC チャンピオンズリーグ2007、A3 チャンピオンズカップ2007に出場した。2回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2007の予選で、城南、アデレードユナイテッド、ドンタムロナンのグループ G を4勝1分に1敗の2位で終えた。 首位の城南に、勝ち点で並ぶも、得失点で上回れずグループリーグ敗退した。初出場でこの年で最後となった A3 チャンピオンズカップ2007では、上海進化、裏は、城南一は天馬と対戦し、2勝1敗で2位の、準優勝に終えた。優勝した、上海進化に、勝ち点で並ぶも、得失点で上回れなかった。スーパーリーグにて優勝を果たす。 2008年度中国スーパーリーグ優勝チームとして3回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2009の予選で GE 大阪、FC ソウル、スリウィジャヤのグループ F を2勝1分3敗の3位で終えグループリーグ敗退したスーパーリーグで4位となり AFC チャンピオンズリーグ2010の出場権を獲得した2年連続の4回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2010の予選で、アデレードユナイテッド、歩行、広島のグループ H を2勝4敗で、グループリーグ再開の4位に終え敗退した。3年連続の5回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2011の予選で全、北、C 大阪、アルマ・マランのグループ G を2勝1分3敗の3位で、終え、グループリーグ敗退した。 2013年度中国スーパーリーグで2位となり、AFC チャンピオンズリーグ2014の出場権を獲得した。6回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2014の予選で、歩行、C 大阪、ブリーラムユナイテッドのグループ E を一勝2分3敗で、グループリーグ再開の4位に追い敗退した。両進むと、小脇良きが、上海進化、ライアンマコーワンが、 ダンディユナイテッド・ FC ・バリューが、チンタを中納、オ津ツヨシが SG、サカベン・エンスに移籍、バグネル・ラブと契約解除した。アトレチコ・ミネイロからジエゴ・タルデッキを移籍金550万ユーロで獲得した。2年連続で7回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2015の予選で全北、ビンズオン、カシワのグループ E を2勝1分3敗の3位で終え、 グループリーグ敗退した。長級リーグ戦では18勝5分7敗の3位で終えた。AFC チャンピオンズリーグ2016のプレーオフの出場権を獲得した。AFC チャンピオンズリーグの本戦をかけて予選2回戦から出場する。ACL ではグループリーグを突破したがリーグ戦で会に低迷したため新監督としてフェリックス・マガトが就任した。 クラブ名に会社名を入れないようにするサッカー協会の方針を受けて2021年シーズンからクラブ名を三島大山族級クラブへ改名した。なお、当チームは急読み払いにより ACL への参加権が剥奪されている。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。星印は外国人選手を示す。中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ユースなど育成組織には厚みがあり、中国では最大規模のサッカースクールを運営している。トップチームの60%が同組織の出身である。中国代表選手も多く輩出している。 コーチはボスニアなど旧ユーゴスラビアからの優秀な指導者を招くことが多い。ホームタウンの災難市民はサッカー熱が高く毎試合3万以上の動員を誇る。ジュビロ岩田と育成と指導者交流を目的としたクラブ間交流をしている。元岩田のアレクサンダー・ジブコビッチもトップチームに在籍していた。ありがとうございます。